ゴルゴスが死んでその代わりに獣人を使うとなるとは。ほら知ってるのか。まさかガランダーの。嫌だ嫌だ。ほら口にするのも恐ろしい大物だ。ほら俺はもう降りたいよ。チュッチュー。僕らさあ早く逃げる。びっくりした。なんだこれ。地震か。冷たい。いや、ひどい目に遭っちゃったんだよ。地震で地下水が流れ込んできてさ、俺のマイホームはめちゃめちゃなんだよ。聞いたことがあるよ、それ。ガランダー帝国で、なんだっけな、ゼロ装置とかいう地震を起こすすごい機械を研究してるんだってな。土の中のことなら、この俺に任せてくれ。奴らがどこかにゼロ装置を仕掛けたら、もうすぐアマゾンに知らせる。リツコ！リツコ！リツコ！ロクラどうしたの？井上先生でしょ、正彦の学校の。そう、ガランダーに襲われたんだ。苦しそうだ、すぐ医者を呼んでやってくれよ。とにかくうちの中へ。正彦たちもきっと地下のどこかだ。よし任しとけ、分かり次第すぐ知らせてやるよ。ただじゃあ行ってくる。モグラ、今度は本当によくやってくれた。いいえ、そんな褒められちゃ照れちゃうよ。俺は、退散するよ。アマゾン、またな。チュッチュー。アマゾン、俺が行くよ。俺なら地面の中を動けるから、奴らのアジトがすぐ分かるよ。僕ら、大丈夫かい？いや、やっぱり俺が行く。アマゾン、俺にやらせろってな。行かしてやれ。モグラ、しっかり頼む。チュッチュン。モグラさん、ん、気をつけてね。チュッチュン。モグラ、しっかりしろ。モグラ、手に入れたぜ、カビを。先生、お願いします。無駄だ、俺には無駄だ。もう心残りはいいから飲むんだ。俺はもういい。アマゾン。憎いガランダをやっつけてくれよ。頼む。頼むよ。